おはようございます。2013年5月7日火曜日、6時5分になりました。っていうか、7分ですねおはようございます。ゴールデンウィークが明けて、今日からお仕事に戻るという方も多いかと思うんですけれども、まあね、今日朝あたりはなんかゴールデンウィークボケというかですね、なんか遊び疲れというか、ちょっとぼーっとしてる感じかなというね、まあ少し仕事も多分ほとんど動いてないような状況で、来てたかと思います。さて、そんなところで、でも今日からまたね、今朝もちょっと寒いんですけど、この寒暖の差激しくて、なんとかしてほしいですよね。体がなかなかついていかないって感じです。さて、今日はですね、テッククランチから見ていきたいと思います。ピックアップするのはこちら。成長第一、広告は二の次、Facebook 戦略はインスタグラムにも。ということで、ですね、Facebook の広がりというか、すごくこう広がってった中に、一つにはその広告モデル、最終的には広告収入を得るにしてもですね、当初はその広告を全く出さないと、広告を全然こう入れないで、まずは数を広げることを考えると。で、数が確保できてから広告を徐々に打ち始めるというようなビジネスモデルを取ってるんですけども、これはですね、最近のその、ソーシャル系のサービスについてはやはり非常に多い考え方で、ツイッターなんかもそうですね。ツイッターもその広告とかそんなのは最初の頃はそこ全然入れないで、スタートして、でそれで数が確保できてからようやくその広告を入れ始めると。 LINE にしてもそうですよね。当初は全く広告も何も入れないと。でそれからその企業アカウントだの、企業のスタンプだの、そういったものを入れてくるというふうにしていて、そういうこの最近の動きっていうのがあってですね、で今 Facebook の傘下に Instagram ですね、画像の共有サービスですけれども、でこういうなのも、これもですね、 Facebook もまずは広告なしで、ユーザーを確保するというところに持っていって、でみんながこうもう他に移れないぐらい入り込んだところで広告を出していくと。まあこれが最近の多くのその、インターネットのサービスの傾向にはありますよね。最初本当はその広告とかそういったものを全然こう入れずに動いていって、そこからやると、広告を入れるということなんですけど、ただこれはですね、このビジネスモデルが動き始めるとなると、ますますですね、成功するとこは成功するけど、ダメなとこはダメというか、なんて言ったらいいのかな、資金ですよね。結局最初に資本金を集めれたところはうまく動くんであって、それができないところはやっていけないと。結局最初のユーザーが増えるまではずっとこう広告出したいのを我慢して進めないといけないっていうモデルが作られる、それが成功パターンだみたいな形になるとですね、その例えば、3000万人なり4000万人、まあ分かんないですけども、それぐらいの、5000万人とか数を確保するまでは広告を出さないで数を増やしていくというようなことをやろうとしているとですね、結局はその間のランニングコスト、で人件費、そういったものが全て持ち出しになっていくわけですから、それだけの資本金、要はそういうサービスインするときに、それだけの何年間かわからないですけど、それだけの期間は収入が全くても動かせるだけの会社の資金源がないとですね、やっていけないと。となると、
ある程度こう成功してる、ね、Facebook なんかもそうですけども、その最初に成功している部分があって、それでプラス新たなサービスを展開する、そういうスタイルしかもうやっていけなくなる可能性が出てくるんですよね。で確かに急激にこうサービスが広がったりなんかしていくと、サポートとかね、当然あっちこっちにこうトラブルが起きたりクレームがついたりいろんなことをユーザーサポートがとかバージョンアップとかこまめにこういろいろやっていかなくちゃいけなくなるんで、となるとですね、それをどうやってカバーするのっていう問題がやっぱり出てくるわけですね。そうなるともう本当すでにこう勝ち組と負け組ってよく言われますけども、勝ち組ってないともう次のサービスとか新たなことっていうのができなくて、もう一旦こう資金が途絶えてしまう、しようとするともう二度と復活しようがないと、というかもう最初からそこに土俵に乗れないっていうね、スタートすることすらできない、そんなことになっちゃうのかなと、なんかねこれはいいのかどうかなという感じはしますけどね。まあFacebook の iPhone アプリもここに書いてありますけど、3年間全く広告を出さなかったって、そういう中でこう成功する、あんまりこれが成功パターンっていう風になっちゃうのはちょっと、これからいろんなことをやろうとしている人にとっては辛いなという、そんな気がします。もっとその違うスタイルでこう成功する資本金がなくてもうまくいくと、本来ねそういうのがインターネットのはずだったんですけども、もうすでにそういうところを超えてしまったのかもしれません。さて、そんなところでもう6時13分になりました。今日はちょっとなんか、昨日に比べると、らく気温が低いということなので、またね、なかなか冬物がしまえないみたいな、コートがなかなかしまうことができないっていう状態になってますけども、風邪などひかないように、そして、今日からですね、ゴールデンウィーク明けて、ボッとしてしまいそうですが、シャキッとやっていきましょうということで、今日も元気にやっていきましょう。ではまた。